あのちょっと待って、気に入らねえんだったらベルトやるよ、もう一回やるよ。やめ、ちょっとピューマ田口もエキサイトしていますが、勝ちまして判定勝ちということで、ピューマ田口もちょっと納得がいかなかったんでしょうか。インタビューがちょっとできない状態です。白井さん、はい、ジャッジペーパーが今集められてきました。ジャッジペーパーが集められました。1人が96対97、ピューマの1ポイント勝ち、それから手先がですね98対95。